それではお時間になりましたので、この後のフリートーク、質疑応答をしていきたいと思います。再度、宇田川さんと父に出てきていただきますので大きな拍手でお迎えください。せっかくの機会なので、まあ、質疑応答をというふうに思っているんですけれども、その前に私 の自己満足の世界になってしまうんですけれども、なぜ宇田川さんが薬剤師さんになったのか、そしてその歩く教育保育、自分の足で自分で考えて歩くということをしているのか、いろんなウォーキングの先生がいるけれども、どうしてその師匠を選んだのかということを皆さんにちょっとシェアさせていただければなと思って、自己満足になってしまいますが、宇田川さんお願いします。はい、わかりました。私、薬剤師になった理由なんですけどね、私は4人兄弟の末っ子で生まれました。一番上の兄と姉を病気で亡くしまして、すぐ上の姉もですね、生まれつき体が弱かったんですね。本当に入退院を繰り返していて、彼女が小学校6年生の時に心臓弁膜症、リウマチ熱っていうね、ものの副作用から弁膜症を患ってしまったんですね。そこからは、彼女はもう、電池管も2回してますし、ペースメーカーを入れて、私は日本の医療ってすごいというふうに思いました。で、彼女の命を助けて、彼女はね、心臓をコチ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 と通してるんですよ。それでもあったかい血が流れてる、医療ってすごいな、私も医療人になろうって本当に思ったんです。それで迷わずに薬剤師になりました。だから私、罪の意識を感じて白衣を脱いだっていうふうに言ったんですけど、自分がなった時には本当にみんなを助けることができる、健康、皆さんの健康を助けることができる仕事に就いたんだっていう自負があったんですね。でもそれをずっと繰り返している中で、そうじゃないって、病院本当にね、どん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 医療費が高くなっていく、どんどん医療費がかかるって言ってるのに病人の数が減らないって、これはおかしなからくりだっていうことを本当に思うようになってから、この場に自分を置いていてはいけない、私はここではなくて外から発信できる人間になるっていうふうに思って白衣を脱ぎました。で、ね、1に運動、2に食事の1では運動ということで、ウォーキングをね、教えることになるんですが、私実はですね、今はもう自分でハッピーウォークというウォーキング集団を作ってるんですが、デューク・サライエってご存知ですかね。私実はデューク・サライエの弟子を5年ほどしていたんですね。で、なんでデューク・サライエってご存知ですか、ね。多くの方知ってるかと思うんですけど、どうしてデューク・サライエの弟子になったかというとですね、10年以上はですね、情熱大陸っていう番組ね、見ちゃったんですよ。情熱大陸っていう番組でね、自分のお母さんが肝臓を悪くされて、お医者さんからね、歩きなさいって言われたってね、デューク・サライエとかってね、ハーフですかとかよく言われるんですよ。コテコテの日本人ですよ。和歌山、南紀白浜の生まれ育ちでして。でね、お母さんがね、海岸を一生懸命歩いてたら膝を悪くしてしまって、そこからほどなく命を落とされたっていう経験をね、デュークさんされてるんですね。で、その頃にモデルさんに歩きを教えるってことをしてたんですけど、自分が歩きを教えるのはモデルじゃない、お母ちゃんみたいな人を作りたくない、だから一生最後まで歩ききる体を作る、そのために僕はこうやってウォーキングを教えてるんですってね、昔はブランカンですね、ブランカンの向こうで言ってくれたんです。ああ、この人だと思ってね、私は一生この人についていこうと思ってですね、デューク・サライエの門を叩きまして、弟子にしてくださいってね、そしたら A でって言ってくれてね、弟子になりまして、でそれからほどなく、もう本気だったのでね、一生懸命自分も頑張りました。インストラクターっていうのになって、日本中一緒に回るっていうようなことをしていたんですが、で、私がどうして今デューク・サライエさんと一緒に活動してないかっていうとですね、デューク・サライエさんってね、結構食生活めちゃくちゃなんですよ。皆さんね、聞いたことを、もしかして聞いたことあるかもしれないですよね。朝起きるとね、朝シャンというところから一日が始まるんですね。シャンプーじゃないですね。朝シャンパンですね。朝シャンパンを飲んで自分が今日の体調を、
感じ、そして、まあ、感じてるんですけどね、そしてそこから肉肉寿司肉っていうような食生活をされてね、そして、まあ、あのここだけの話ですけど、朝までねクラブでお姉ちゃんと踊るっていうね、でいかに自分がモテるかっていうことが、自分がね今どれだけ元気でいられるかっていうことを健康のバロメーターにされてるとかっていうね、あの生活をこう目の当たりにしまして、私としてはですね、1に運動、2に食事、その両方があって人は両輪を持って進んでいくことができるというふうに思っているので、あの先生とかを見ていると上手に一輪車に乗ってるなっていう印象です。運動っていうことをやってるから自分は他のことが何でもなくてもこんなに元気なんですよってことを伝えていると、もしそれがパンクしてしまったら一歩も先に行かないんじゃないのかなっていうね思いがありました。なので、まあ、私はこう先生のもとを独立させていただいて、で今は、まあ、食べることも大事なんだよって、あることももちろん大事だよって、その両方を伝えていかなくちゃいけないなっていうふうに思って活動を、はい、している次第です。こんなので大丈夫ですかね。はい、はい、はい、ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。本当にね、あの実生活が全部一致しているので安心してお話を聞けるし、やっぱついていきたいなって思える方なんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとすごくなっちゃうんですけど、さっき言いましたハッピーウォーク参加されない方というのは最後に、今日1枚お渡しする、紙があるんですけれども、そこに、鈴木さんという名前が書いてあります。そこを、宇田川さん、最後にお渡しするものなんですけれども、鈴木さんというのが宇田川さんのマネージャーになっておりまして、連絡先が書いております。ぜひそちらの方に連絡をしてみてください。ではちょっとお時間取ってしまいましたけれども、ここから先質疑応答をさせていただきたいと思います。まあ、いろいろ不安はあると思うんですけれども、まあ、簡潔に、短い時間ですので簡潔に、質問していただけたらなと思います。質問のある方ぜひ手を挙げてください。はい、私がこちらを講演会を聞きたいなと思ったのが、きっかけが娘が今年リウマチを発症してしまって、食事の乱れが原因だなってすごく思っていたんですけれども、痛みがひどくて、どうしてもステロイド剤を飲まなきゃいけないお医者さんに言われて、でも親としては飲ませたくない、副作用の方が絶対あるって思って、で以前自分も頭頭痛がすごいひどい人間で、バファリンが常備薬だったんですけども、そのお薬を飲んで薬疹が出るようになって、これを飲んだら私は今度は死ぬなって思う体験をしたことから、本当にお薬じゃないもので改善できたらなって思って、具体的にはそのリウマチの痛みに対してまず耐えながら、でも食事を改善したいんだけれども、どんなふうな改善の仕方がベストなのか今手探り状態で、差し当たりどんなふうに改善していったらいいのか、具体的に教えていただければと思います。じゃあ、じゃあ宇田川さん、はい、リウマチとかっていうのはね、まあ難病とかって言われてますけど、つまりは免疫不全、昔はなかった病気ですよね。免疫力の低下、免疫力の乱れから起こっているというふうに思います。もちろん何を食べたらいいかとかっていうことはあるけれども、でもそういうことに神経質になるよりも、まずは薬は、例えばステロイドですね、使っていたら絶対に切れることはないです。増やすことはあっても切れる日が来ることは絶対にないので、そこで自分がどれだけ思い切れるかっていうことと、あとは免疫力を高めていくということなんですが、ちょっと皆さんとね一つエクササイズをしたいというふうに思うのですが、免疫力を高めるっていうことを考えたときに、例えばその一つとして食べ物もそうなんですけど、セロトニンの量を増やすっていうことね、とっても大切なんですね。セロトニンの量を増やす、はい、でこのセロトニンの量を増やすっていうエクササイズをね、ちょっとみんなでやってみていいですか。何をするか、好き好きって1分間言い続けるっていう好き好きエクササイズというエクササイズなんです。これをやりたいと思います。なぜかというと、例えば、まあ免疫力、まあ、例えばがんの方とかがね、吉本のお笑いとね村上先生とかが組んで笑うっていうことをすると、がん細胞が小さくなるだったっていうようなことがあるじゃないですか。そ
こには NK 細胞っていうのがね活性化されるっていうことが関わるんですが、そういう元を作っているのがセロトニンです。セロトニンどういう時に出るものかっていうと、嬉しいことがあった時、脳から幸せホルモンとして出ます。でその幸せホルモンは私たちの表情筋に刺激を加えるんですね。なので嬉しいことがあると表情筋がツンツンってされるから口角自然と上がっちゃいます。だからね、ここでは笑っちゃダメだと思ってもしょうがないんです。ツンツンされてるんだから笑っちゃうのね。でだけど実は逆もしんなりっていうことが今ちゃんと論文で発表されてるんですね。何かっていうと、楽しくなくても辛くても口角を上げている、口角を上げていると脳は嬉しいことがあったんだと思ってセロトニンを出すということが科学的に証明されているんです。だとしたらどんな時でも口角を上げているとセロトニンが出ます。で実はですね、口角を上げてセロトニンを出すっていうのも筋肉なので鍛えなきゃいけないんですよ。なのでこれを鍛えるためにできるだけおちょこ口を作って、す赤ちゃんにチューチュルみたいにすーすーで、木は口角をクッと上げて、キス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 キ、今練習ですよ。で1分間、これ1分やります。ちょっとやってみたいと思いますよ。では行きましょう。3、はい、スキ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 、20秒経過。息はしてくださいね。スキ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 、筋肉が鍛えられてるってことなんですね。プラス今唾液出てませんか。ちゃんと耳下腺も実は鍛えてるんですね。なので唾液健康のバロメーターですよね。感染症も防いでくれます。唾液も出て、それでしっかりと口角を上げてセロトニンが出る。あとは実はですね、ここね、下がろうとしてるのをリフトアップする筋肉つけられるので、ほうれい線が消えてきます。あ、消えるは嘘だね。あ、薄くなります。私でも50ものまでにはあんまりほうれい線とかないと思うんですよね。毎日やってます。それからですね、一番いい報告は小顔になるとかね、こんな報告もあります。例えばいろんなところが痛くて運動ができなくても、お口をスキスキって動かすことはできると思います。本当にちっちゃなことかもしれませんが、ちょっとずつ免疫力を上げるっていうようなことをされていくといいと思います。ありがとうございます。スキスキワークやったし、はい。あ、そういうのは洗顔の時ね、朝なさるといいと思いますね。私はやっておりますし、口元を上げるっていうことは非常にいいんですね。それは笑うっていうことなんですよ。笑顔が一番大事なんですよ、ね。こんな話があるんです。ある絵の好きなね、画商のところへ行って絵を見に買いに行ったんですよ。でこれはシャガールの絵です、違います、あれミレーの絵です、違います、ルノンです。これはね、分かります、誰でも分かります。顔が歪んでいて目がすり上がって、あ、これはピカソの絵ですね、違います、それは鏡でございます。表情というのは非常に大事なんですよ。その辺ね、とってももし理解されていろいろやられると医者にかかれるよりよほどいいと思います、
本当にいいワークだと思います。もう常に鏡があると思っていい絵がいっぱい飾っちゃえるなっていう風な ね環境を作っていただけるといいかなと思います。ありがとうございます。せっかくですので、もし何かあれば大丈夫ですか。せっかくの機会ですけど、今日はありがとうございました。私もちょっと個人的な質問になってしまうんですけれども、今日は娘と一緒に、3歳の娘と一緒に来たんですけども、来た理由っていうのが先ほどの方とちょっと似ていて、中耳炎に何回もなってしまって、 できれば私も薬を使いたくないんですが、夜痛いと泣いて訴えてくるのを聞いてしまうと、耳鼻科で抗生物質を与えてしまうんですけれども、その辺でどうやって対処していったらいいのかっていうのが最近分からなくて、もし何かあればアドバイスいただけたらと思います。じゃあこれは父の方からお願いします。3歳と言われましたね。妊娠期間中から3年間、牛乳は飲んでおりませんね。あまりじゃダメです。絶対飲んではダメです。そういう一連の病気になりやすい方が、ね、一つ特徴的なものがあってね、中耳炎といろんな細菌感染で起きるんですよ、ね、だけどその繰り返す人の中では牛乳の副作用になって出てる場合が非常に多いんです。だからまずその牛乳をやめることが第一、それからあと砂糖ですね、砂糖をやめること、そしてイメージが一番大事だから、お母さんがね、病気のことを知ってちゃいけないんです。中耳炎のことも知っててはいけないんです。で当然中耳炎なんかの場合に子供が耳を痛がって何かすることもあります。声触ったりとかね、その時にひょっとしてお母さんが中耳炎じゃないのというようなイメージを送るだけでも子供の能力の方がはるかに高いんで、お母さんお父さんがマイナスイメージを送るだけでその子供が病気になってしまう。医者行けばそう言われますからね。ますますまず病気のことを全部忘れること、病は何だ、病を見るな人を見よと、ね、中耳炎なら中耳炎で耳だけ見ないで体全体を見る。その時に大事な条件が5つあるね。5つを2つに分けると、機嫌と元気をまず見る。機嫌があるかどうか、元気があるかどうか。機嫌がいいということは精神面が安定している、元気があるというか体力的な面が安心です。そういう時に多少耳なんか痛がったってまず心配ない。あと3つ、会食、会眠、会便、食欲があるかどうか、眠れるかどうか、便が出てるかどうか。機嫌、元気、会食、会眠、会便がもし5つとも何ともなかったら耳が痛がったって医者なんか行く必要はありません。やたらに医者に行かないように。それから子供の能力が高いということです。3歳だと能力が非常に高いんですよ。だからそういう能力の高い子供に病気のイメージを送らないということですね。補足になるんですけれども、まあ、いいかは分からないですけれども、父は来た患者さんに対してあまりこう病名を言わないんですね。なぜかというと、お医者様が神様と勘違いをしているので、お医者様に言われたことは全部信じてしまうんですよ。なので父は自分で考えなさいというのも込めてあまり病名を伝えてないと思うんですね。もう私はこれだ、もうダメだとか、子供はこの病気になってるからもう治らないっていうイメージが本当にお子さんにとって負担になっていることがあると思うので、やっぱりこう自分でしっかり考えるっていうことも大事なんじゃないかなと思います。あと医者の言葉を信じない、あ、信じない、あ、信じることもありますね医者の言葉が全てではないというふうに思っていただければなと思います。じゃあ宇田川さんもぜひ。はい、そうですね。今病名をあまり言わないということをおっしゃってましたけど、私病名とか病気っていうもの自体がないと思っています。病名はなぜ病名をつけるかというと、薬を出すためです。保険請求をするために、何々病というものがないと、それに対するお薬、さっきの、ね、インフルエンザでもそうですけど、ものがないとダメです。だから君はこういう病気だっていうふうにします。で、例えば、まあ、今の中耳炎とは違いますけど、例えばよく喘息のお子さんとかで入院してると大丈夫っていう子がいます。だから学校に通うのに病院から通ってる子、週末だけ家に帰る、家に帰ると発作が起きちゃう。
それは多分お母さんとかお父さんの気持ちだったり自分の気持ちも、だからそれって本当に自分の体から起きていることではなくて気持ちから起きているっていうことですよね。病院から行っている時には一向に何も起きなくてとっても元気なんです。でもお家に帰ると発作が起きちゃうなんていうお子さんたくさんいます。そういうことを考えると本当に 病は気からというか、親だったり子供だったりの気持ちの方が、ね、薬も 50% 以上はプラセボですから、そういうところをゆっくりとゆったりとストレスをためないように考えるっていうところが大事だというふうに思います。そのためには皆さん方がね、お父さんお母さんが病気のことを全く知らないことが大事なんです。いや、全く知らない方で、病気に関しては一切頭の中に入れないと、ね、病気のイメージを能力の高い子供に移されない。ところがテレビを見たり新聞を読んだりと、そういう病気の情報しか出てきませんよね。病気にならないような情報ってまずない、逆さまになってるでしょ。だから医療費がどんどん上がっていくと。病気にならないためにはどんな食べ物を食べたらいいのか、どんな空気を水を飲んだらいいのか、どんな空気を吸ったらいいのか、心の持ち方をどうしたらいいのか、そういうことを子どもにしっかりする。子どもはもう能力高いということをまず前提として知ってくることですね。能力の高い子どもに病気のイメージを送らないと。お母さんたちが病気のことを知ってるとついついそういうイメージを送っちゃいますから、そういうことも繰り返し中耳炎になったりね、なんなりしていくわけですね。そう、私自身もあの小児科医の娘ということで、結構周りから流行った病気に関していろいろ聞かれるんですけど、申し訳ないんですけど何も知らないんですよ。父から病気のことを教わったことがないから、教えてもらったのは健康でいることだけなので、まあ、今本当に新しい病名がすごくたくさん出ていて、私もちょっと父の、ね、手伝いをしているので、レセプト のことをしたりするんですけれども、毎月毎月新しい薬と新しい病気が生まれるんですよ。これは誰のためのものなんだろうって思うと、一つしかないよねっていつも思います。だから一つ一つどん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 もう病名は現れてくるので、そこにはフォーカスせず、自分がただ健康でいること、で健康でいるにはどういうことをしたらいいのかっていうことを学んでいただければなというふうに思っています。健康という言葉は日本語じゃないということをご存知ですか。健康ということを頭から取り除ける、まして健康診断の、私一回も健康診断を受けたことありません、ね、あれだけ膨大な項目があるでしょ、まあ、健康診断書を持ってこう相談にいらっしゃる方がいるから私は知ってるわけだけど、私自身が健康診断を受けたことは一回もありません。で、健康という言葉が使われたのが誰が言った言葉です。健康、福沢諭吉です。江戸時代には健康という言葉はないんです。で、福沢諭吉さんはすごく勉強家でいろんな本を読んでる。その中に幼少を読むとヘルスという言葉が出てるね。で、江戸時代には彼はヘルスを精神と訳してるんです。私はそのむしろね、その精神という訳語を変えないでやった方がずっと良かったと思うんだけど、どういう理由かは分からないけど、明治維新以降福沢諭吉を精神というこ、あ、ヘルスという言葉を精神から健康という言葉に置き換えて、それからいろんな病気が増えてるんです。だから日本語を使ってくださいよ。健康なんてことは一切抜きにして、それじゃあ江戸時代健康に相当する言葉は何て言ってました。丈夫とか達者、ね、達者なんてとてもいい言葉なんですよ。だから私はいろんな話すから丈夫、達者、健康という言葉を極力使う。健康診断はなおダメですよね。項目があんなにあったら何か何か引っかかります。健康診断じゃなくて病気診断で医者を儲けさせるのが健康診断。健康診断をどうしても受けるなら、かかりつけの先生に人それぞれが検査項目が違ってくるわけですよ。ただ片手ぐらいで済みますよ。 5項目ぐらいの検査を実際にかかってる先生から毎年やってた。健康診断はやめてください。医者を儲けさせるだけです。まあ、それにちょっと付随してしまうかもしれないんですけれども、父と仲良しの、松田真美子さんという方がいらっしゃいます。フィットフォーライフという本を訳された方なんですけれども、まあ、その方は、自分の子宮をなくされて初めて、まあ、食育だったりそういうことに向き合ったわけですけれども、基本的に彼女はピンクリボンに反対をしています。
で、それがなぜかというと、あれは乳がんを見つけるための機械を買ったりとか、そういうものに使われているということになるので、本来乳がんなんてないんだよっていう世界を作るのが、私たちのやることなんじゃないかなというふうに思っています。機会があったら松田真美子さんの本も読んでいただけたらなというふうに思っております。お医者さんもそうですけど、健康っていう言葉を使わなくても、例えばご他者とかご丈夫っていうようなことを使っても、病院って、ね、病気を見てもらうところだから、お医者さんは健康的なことって習わないんですよね。病気に対する対処法を習う。で、私たちもそれに対するお薬の知識しかない。だから元気になりたかったら、丈夫になりたかったら、行く場所は病院じゃないですよね。あちらは治すじゃないですね、どう対処するかっていう病気の専門家なので、そこから離れるべきだというふうに思いますね。ありがとうございます。そういうことに関して一番大事なのは出産の時なんです。出産が昭和20年以前と以後と全く変わった。それから病気が激増している。昭和20年以前に生まれた我々はみんな自宅分娩ですよね。それもお医者さんじゃなくて、お医者さん、産婦人科のお医者さんに言ったら申し訳ないけど、よほど実力がある産婆さんという、産婆さんが来てくれて取り上げてくれたんですね。そういう形ならいいんですけど、病院出産だと生まれた時から病気の元が作られるんです。私はね、いやいや、病院で出産したら必ず病気になるんです。で、午後25っていうのがありましてね、どういうことかっていうと、午後25って上から書いていってみてください。縦に午後25で、一番上の5に分と入れてくる、5分ですね。だから次の5は5日、一番下の5は20日、5分、午後25、くですよ、午後25で、一番大事なのは一番上の5分なんですよ。どういうことかというと、まず食べ物は25日間食べないでいると平均的に餓死しちゃう。水は食べ物を食べない、水も5分飲まないと死んでしまうんですよ。5分じゃない、5日間飲まないと死ぬ。空気は5分吸わないと死んでしまうんです。その5分吸わなかったら死んでしまう空気を昭和20年以前には全く加工していなかったんです。若い方はご存じないと思うけども、昔は全部平屋です、ね、木造の平屋です。で、出産の時はその前にお父さんが互いにお湯を沸かして、兄弟がいっぱいいましたからね、兄弟が産婆さんを呼んできて、そこで生まれると吸ってる空気はどういうですか。ほとんどこういう締め切った空気じゃなくて、野外の空気とほとんど同じような空気を、野生の動物と同じような空気を吸ってる。それは昭和にみんなね、アメリカがやったことなんですよ。日本人をすごく恐れたんで、日本人を劣化させるにはどうしたらいいのかっていうのは全て元だ。で、使ったのは保健所と教育委員会と大学病院なんですよ。保健所、教育委員会、大学病院の言う通りにしてたら皆さんみんな病気になっちゃうし、今の、ご存知の方たくさんいらっしゃると思うんだけど、母子手帳っていうのは1930年にアメリカの乳業会社が作った母子手帳なんですよ。それはアメリカは非常に巧みに利用して1930年でしょ、それから15年経った1945年が終戦、その3年後に、だから母子手帳はあれ全部英語で書かれてたものなんです。それは昭和23年に日本語に訳して、そして保健所、教育委員会、大学病院で子どもたちをガタガタにしていったんです。で、保健所の裏にはね、昔はその7年間全部何か書かれてたんで、ご存知の方いらっしゃらない？森永乳業株式会社、明治乳業株式会社、それから一般の栄養士さんは大学病院とかね、保健施設に勤められなかった。保健施設に勤めてる栄養士は全員が乳業の専従栄養士だ。乳業の専従栄養士がアメリカの乳業会社が作った母子手帳のその裏に、表に東京都とか渋谷区とか書いてあるでしょ、その裏に全部
森永乳業株式会社乳業で皆さん方が洗脳させて、そのうちに今度学校給食にも牛乳を入れ出して、もうガタガタになっちゃったんですね。だから医療費がこんなに上がるのは当たり前の話なんです。そういうことをしっかり子供や孫に伝えていってください。だから育児は生まれてからでは遅いんです。受胎してからでは遅い、ね、その人が生まれる20年30年前から育児をやっていってください。ということで、もう私たちが何気なくやっていることはもう次世代につながっているんだよという意識を持ちながら、ここから今日から、意識を変えていっていただけたらなと思います。お時間になりましたのでこれで終わりにしたいと思うんですが、最後に一つ、お祝い事をさせていただきたいと思います。実はですね、宇田川さんいっぱいお話ししてくださいましたけれども、食べ物に感謝して感動して五感を使ってということを、言ってます。それでですね、その活動がですね、国中に認められましてですよね、東宮の文化褒章というのを、先月の11月の3日に、受賞されました、はい、ということで心ささやかではありますけれども、みんなでお祝いできたらなと思います。以上、おめでとうございます。もう本当にね、ぜひ写真撮影を本当にお話も楽しいんですけれども、こんなになんか体を楽にしてくれる人っていないよねって思うので、ぜひね、皆さんど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 んつながっていただけたらなというふうに思います。一つ話してもいいですか、はい、先生の話を聞きながら、皆さんラジオ体操してるじゃないですか。ラジオ体操の最初、ラジオ体操すごくいいって言われてるんですけど、最初にじゃんじゃんじゃらんじゃんじゃんじゃん、はい吸って吐いてってするから、私たちの呼吸って吸って吐いてって思ってるけど、ちょっと漢字書いてみてください。漢字、呼吸、吸気って書くんですよね。言霊、漢字にはとっても深い思いがあると思います。実はラジオ体操もアメリカから持ってきてもらったものなんですよ。おっと、そこで実は吸って吐いてっていうことを私たちは覚えて、そこから体操を始めるんですが、実は呼吸と書いてあるように吐くことが大事なんです。はい、ぜひ、はい、呼吸の漢字をね、九個と書かないでくださいね。はい、じゃあいただいたお礼に漢字情報一ネタ、ありがとうございました。ありがとうございます。父が言ってた通り、呼吸、赤ちゃんが初めて出てきた時にやること、出してから入れるということを、おぎゃーっと吐いて、はい、そして最後私たちは息を引き取って終わるんですね、はい、なので日本人として生まれてきたからには、日本人しかない食べ物、日本人の言葉というのを使っていきたいと思います。じゃあちょっと最後に、食べ物の話してましたね。噛む回数が全然少ないですよね。昭和20年までは最低で一口30回とかやってで、終戦というラジオ体操もありましたけど、英会話もあったんですよ。カメカメエブリボディ。まあでも神っていうのもね、神々って神様の神とつながってるの、やっぱり噛む瞬間にやっぱり神様とつながってるんだよっていう意識をしながらお食事するとまた変わるんじゃないかなっていうのも神様が降りてきたんでしょうか、ね、降りました今それからもう自宅には必ず箸置きを置いてください。昭和20年まで箸置きの置いてない家庭なんか一軒もありませんでした。子供のうちから箸一口口に入れてよく噛んで、ね、噛む前に箸を置いて、で口の中が空になったら次の箸、箸置きのある状態がぐっと止まらなくなりますね。私もあります。すいません、今お箸の話が出ちゃって、どうしても言いたいことができちゃいました。日本人って箸って横に置くじゃないですか。例えば中国の方ってお箸縦に置くんですよ。ナイフとフォークって盾じゃないですか。これは日本人の、私はあなたを信じてます、あなたを攻撃しませんっていう思いがあって、日本人は箸置きを横に使うんです。だから同じ箸の文化でも、日本人は本当に奥ゆかしい、いただきますごちそうさまがの文化があるっていうことを、また今日ちょっと一つね、終わらないですね、エンドレスな感じですねはい、ごちそうさまいただけますって言ってる家庭が非常に少ない。小学校の先生が
給食の時には言わせてるから、お家でもね言わせてくださいって、あの全員に通知を出して、そうものすごいクレームが来たんですね。で、なぜね給食を払ってるのにいただきますとかごちそうさまって言わなくちゃいけないの。おもちさんとペアレントが増えてますよね。絶対、うん、正しい生活、食生活は非常に大事です。食べるものだけじゃなくて食べ方とかそういうことも大事ですね。はい、ということで、お箸のことをお箸を見た瞬間に日本人というのを思い出していただく時間、もう最低3回あるわけじゃないですか、まあ、最近一食の方もいますけど、そういうふうにね使っていただけたらなというふうに思います。で、その文化放送の、受賞の記念ということで、今日皆様にもお配りしてますけれども、宇田川さんの、講演会がありますので、ぜひ行ってみてください。あと今日撮影をしていただいてるんですけれども、この撮影してくださっているところの、チラシも中に入ってます、宇田川さんと仲良しの船瀬さんとか、父と、講演をしてくださっている宇津美先生とか、そういう方々の、まあ、本当のお話というのをご自宅で見れるような、ものになっておりますので、ぜひこちらもね、参考にしていただけるといいかなと思います。今日本持ってきてるんですけど、ですね、船瀬俊介さんと11月の25日に、病気はこうして作られるという協調、はい、緊張としては、はい、出す予定がございます。できるまでの過程を聞いているんですが、まあ、相当面白いものだと思いますので、ぜひ見ていてください。ということで、ちょっとかなりお時間が伸びてしまったんですけれども、これで終わりにしたいと思います。本日は長い間お聞きいただきましてありがとうございました。お気をつけてお帰りください。